高くて見とせばかりの月日流れて、春の初めよりかぐや月の面白く入れたるを見て、常よりも物思いたるたまなり。ある人の月の顔を見るは得ることとせしけれども、ともすれば人間にも月を見ては意味自由なぎたもう。7月15日の月に入れて切に物思える景色なり。近く伝わる人々はわしに告げて、かぐや姫の霊も月も哀れがりたまえども、この頃となりてはただことにもはべらざめり。意味じくおもし嘆くことあるべし、よくよく見てたつまつまらえ。そこで我かぐやに尋ね、のかぐや一体どうしてそれほど月を見つめ沈んでおるのじゃ。爺様、気のせいでございましょう。そういえどもかぐやの物思いにふける景色やまず、かぐややもう月を見るのをよしなさい。あちらを見て物思いに沈んでおるのだから。爺様、どうして月を見ずにいられましょう。さあ月よ恨もう、この世の終わりの迎えを。さあ月よ恨もう、終わりの始まりの時よ。夢なら覚めてと何度も月にて祈りしど、ちぎりは変わらず角迎え拒めず。さあ月よ恨もう、この世の終わりの迎えを。8月15日ばかりの月に入れいて、かぐやいといたく泣きたもう。人目も今は包みたす隠さず泣きたもう。これを見てわしも馬様も、何事ぞと問い騒ぐ。かぐや泣く泣く言う、先だけも申さんと思いしかども、必ず心惑いしたまわものぞと思いて、今まで過ごしはべりするなり、さみやわとまとてうちいではべりぬるぞ。この神はこの国の人にもあらず、月の都の人なり。それを昔のちぎりありけるにおりてな、この世にもうできたりける。今は帰るべきになりにければ、この月の15日にかの元の国より迎えに人々もうでこんず、さらずまかり抜ければ、おぼし投げ感が悲しいことをこの春より思い嘆きはべるなり。そう言いて意味じく投げたもう。子はなどうことのたまうぞ、竹の中よりみつききこりしかぞ、なたねの大きさをあわせしよ。若竹立ち並ぶまで養い立てまつりつる我が子を、何日とか迎えきこけん、まさに許さんや。我こそ調べ。かぐやいて月の都の人にて父母あり、片時と聞こえてかの国よりもでしかども、かくこの国あまたの年を経るに何ありける。かの父母のことも覚えず、ここにはかく身近なん、ここにはかくあごそび聞こえて、習い立てまつれり、身近なむ心地もせず、悲しくのみある。されど己が心ならずばかりなん。
これ言ってもろとも意味自由なく、かの15日帝六への使わさ合わせて2000人の人を我が家に使わす。家にまかりて築地の上に1000人、矢の上に1000人、家の人々糸をかり蹴るに合わせて開ける隙もなく守らす。この守る人々をも弓矢を対して母屋の中には女どもを万に降りて守らす。馬場は塗り込めのうちに家具屋を抱きており川かり守るところに天の人も負けんや。つゆも物空にかけれければふといころしたまえ。守る人の曰く、かばかりして守るところに針一つだにあらばまずいころして外にさらさんと思いはべる。これを聞いて頼もしかりけれど家具屋差し込めて守るたまうべき仕組みしたりとも、あの国の人とは戦えるなり弓矢して得られし各差し込めたるありとも、あの国の人こなばみんな聞きなんと開きなんとす。相戦わんとすもかの国の人こなばたけき心使う人もよもあらじ。かかるほどに良い打ちすぎて目の濃くばかりに家のあたり赤きにも過ぎて光渡り望月の赤さを塔を合わせたるばかりにてある人の手の穴さえ見えるほどなり。大空より人雲に乗りて降りきてさより五尺ばかりが上がりたるほどに立ち連ねたり。これを見て内外なる人が心者どもものに収まるようにて相戦わん心もなかりけりかろうじて思い起こして弓矢を取り立てんとすれども手に力もなくなりて泣かれたり。中に心探しきもの念じていいとすれども戸様へ来ければあれも戦わで心地ただ支援に知れて守り合えり。立てる人どもは装束の器用なる子どものにも似ず飛び車一つぐしたり裸外さしたり。その中に王とごしき人にゃつこまろもうねこというにわしたけき心もなえて物においたる心地してうつ伏せに伏せり。いわく何時幼き人いささかなる功徳を大きな作りより蹴るによりて何時が助けにとって片時のほどとで暮らししよ。そこらの年頃そこらの小金たまいて身を変えたるがごときになれたり。かぐや姫は罪を作りたまえりければ各癒しき己がもとにしばしおわしつるなり。罪の限り果てぬれば各向かうるを大きなは泣き嘆くあたわぬことなり。はや出せたしはやいだし立てまつれ。かぐや姫をやてしない立てまつること24年になりぬ。片時とのたまうに怪しくなりはべりぬ。またことところにかぐや姫と申す人ぞお忘らん。ここにおわするかぐや姫は重き病をしたまえばええいでおわすまじ。かの人この返事なくして矢の上に飛び車を寄せて、いざかぐや姫汚きところにいかれか親しくおわせんという。立て込めたるところのとすなわちただ飽きに飽きぬ孔子どもも人はなくして飽きぬ。馬は抱きていたるかぐや姫とに出ぬ。とどむまじければただ差し仰ぎて泣きおり。心惑いて泣き伏せるところによりてかぐや言う。ここにも心にもあらべかくまかるに守らんをだに見送りたまえ。何しに悲しきに見送りたてまつらん。
我をいかにせよとて捨てては登りたまうぞ。愚していいでおわせね。かぐや心惑い打ちなくて書く言葉。この国に生まれぬるとならば、嘆かせ立てまつらぬほどまではべられ継ぎ分けられぬこと。返す返す本泣くこそ覚えはべれ。脱ぎよく金を固めとみたまえ、月の入れたらぬ夜は見起こせたまえ。見捨て立てまつりてまかる空よりも落ちぬべき心地する。迎え来たりて守りは通じず、拒もうとすれど人は無力で、わしとババアはただ泣き伏し、愛しの姫は静かに登りて、我が子は行く天人と空の彼方へ、月が輝く姿が消えゆく。以上、この時事の身の上に起こりましたことでございます。我老いに老いを重ねる身、もはやこのまま死にゆくのみ、せめてと心に願いまするは、この愛しのかぐや姫の物語、後世語り継げられんこと、皆々様にお願い申し上げまする。ご清聴ありがとうございました。